これを手放すと現実がすぐに動き出します。はい、こんにちは。捨て活で人生好転のエツコです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで皆さん捨て活進んでますでしょうか。なかなか手放せないっていうのもめちゃめちゃわかるんですよね。まあ私もそうですし、私コーチングってお仕事させてもらってて、私のクライアントさんたちもね、もう最初は全然手放せないんですっていう方が実はもうたくさんいたんですよね。でまあそれはもう本当に人間の心理みたいなもんで、一度買ったものとか一度得たものって手放したいと思ってないっていうところが、まあ人間の心理なんで仕方がないんですが、この動画を見てる皆さん、なんで見てるかって言いますと、なんか手放した方がいいんじゃないかなっていう風にね思ってるから見てるってことなんですよ。で、まあ、今日の、まあ、サムネイルにもあったと思うんですけど、9月28日までに今日私がお伝えするたった一つのもの、これを手放していただきますと、皆さんの現実が本当に動き出す、つまりは好転していくというお話をしていきたいと思います。今日は初級編、中級編、上級編という3段階に分けて、それぞれこれを手放してくださいねという具体的な理由もお話ししていきますので、捨て活を今から始める方はもちろんなんですけれども、捨て活真っ最中の方、そしてなかなか捨てられないですっていう方、捨て活終わりましたよ、だけど具体的に人生好転するにってどうしたらいいか知りたい方、そして人生本当に大好転爆速でしたい方は、ぜひ最後までご視聴ください。はい、ということで今日はその初級編、中級編、上級編に分けて、9月28日までたった一つだけね手放してっていうお話をしていきます。じゃあ早速いきましょう。まず初級編、こちらは1年以上使ってない洋服。はい、もう私ね、とにかく洋服手放してくださいっていう話をね、もう散々ねしてるわけですね、いろんな動画で。で、なんでまず洋服なのかっていうことなんですけども、洋服って毎日身につけませんか？ね、私裸で歩いてるんですよ。そういう方いないじゃないですか。ということは、いいか悪いか、好きか嫌いか置いといて、洋服を毎日身にまとってるわけですね。ということは、この毎日使ってるっていうものが私たちのセルフイメージに大きく影響を与えていくということなんです。今日お話ししているその初級編、これは1年以上前の洋服ってことなんですけれども、1年以上の前の洋服ってことは、ご自身のアイデンティティが1年以上前に戻るってことなんですよ。で、これを私は避けたいと思ってるんですね。で、なんでかっていうとね、やっぱ私たちね、過去、現在、未来っていうのがあった時に、どれが大事ですか？いや、私ね、現在大事ですよ。もちろんそうですよね。いや、過去のね、思い出も大事。もちろんそうなんですけれども、今からの人生で考えたら、もう未来っていうのが一番、まあ、興味深いとこなわけですよね。うん。で、私自身もそうですし、私のクライアントさんたちもそうですし、きっと皆さんの中にも未来に興味がありますっていう方がたくさんいると思うんですよ。なぜなら、今からの未来を明るくできれば、過去がどうであれ、全然良くないですか？逆にね、もう過去はめちゃくちゃ栄光だったんだけども、今からの未来がドーンみたいな感じやったらどうですかってことですね。うん、そうしたらやっぱりこう未来を明るくしたいってことなんです。未来が良くなれば、もう万事よしってことなので、だからこの過去に囚われたくないんですね。で、この洋服っていうのが過去に囚われてしまいがちなものの一つなんですよ。で、それはさっきお伝えしたみたいに毎日身につけるからってことなんですね。で、その毎日身につけるものをもう過去の古いものね、もうそんなそれこそ10年前のものとかもうちょっとやめましょうってことなんですよ。もうどう考えてもその時のことを思い出すからって。で、この頭の中でそのものを見るだけで思い出してるんですね。で、思い出しては、ああの時こうやったわーって言ってね、こんな空想にふけてるんですよ。で、この時間が私にはもったいないと思ってて、そんな時間があるんやったら自分の理想の未来、こっちにフォーカスして、こんな未来になりたいな、こんな自分になりたいなって、こっちの方に行きたいんですね。で、こっちに行くためには、今お気に入りのもの、もしくはこの理想の未来、自分ね、ここの自分が好きであろうものを身につけていくということなんですよ。そうやって外
外から変えて内側が自分のセルフイメージが変わるというね、この順番でいきたいんですね。でこれが一番最短最速だからなんです。でそのためにまず初心者の方であれば、まず洋服、そして1年以上前の洋服はとにかく手放す、これをまずやってみてください。いきなり全部はドバーッといけないと思うので、まず1着から捨てていく、これをやってみてほしいですね。クローゼットバーンと開けてね、もうこれ使ってないなってないですか？こっからでいいです。まず1着手放す。そしたら、もうこれもいらんかな、2着目手放すというふうにやっていくっていうことですね。これできそうと思ったらね、ぜひね、ドバッと全部洋服出して、そっからいるいらないをやっていただきたいと思います。で、これができるようになったら、本当に皆さんの行動がどんどん加速していくということになりますので、まず初心者の方は、1年以上前の洋服を手放していきましょう。そして中級者の方、こちらは半年以上前の洋服ということです。まあ、これで簡単ですよね。1年前で、その次は半年前ということです。で半年前ってことになると、要は逆のシーズンの洋服を手放していくということですね。まあ、今だったら、まあ、9月なんで、まあ、もうすぐ秋にはなっていくので、夏服をね、今からは手放していくっていうのがね、ベストですよね。冬服であれば、いや今からまた使うしなとか思いますからねだから冬服手放しましょうっていうのは、今の時期は初心者とか中級者の方はちょっと難しいんじゃないかなと思うので、ではもう夏服でもう使ってたよね、でももうね来年は着ませんよね。なぜかというと、来年のあなたは別人だからなんです。違うアイデンティティに変わっていってるんですね。そんな自分に会いたいっていうんであれば、まずは洋服から手放していくというのをやっていく。とにかく半年以上前の洋服を手放していくことで、本当に自分自身が、あ、私変わっていいんやっていうね、こういうね、いい感じの覚悟が決まるんですね。でそれを皆さんにズバッとこうね、覚悟を入れていただきたいということで、半年以上前の洋服を手放していきますということです。で今であれば、まあ、9月なのでちょうど夏が終わるということで、じゃあ夏服を手放していくというのをぜひやってみてください。そして上級者の方、こちらはお気に入りだった洋服、これね、私自身が実際にやって、あ、すっごい変わったなっていうことなので、ほんで実際に自分自身の現実も動き出しましたし、うちのクライアントさんたちもここまで行った方は本当に現実が変わったということなんですね。で、まあ、私のまあ例で言いますと、私はすごい洋服大好きでたくさん持ってたんですよ。でとにかく捨てるっていうのをわーっとやって、で最後に、まあ、どう考えてもお気に入りの洋服っていうのが残るじゃないですか。いやー、これはなんかアメリカで買ったなんかすごいお気に入りの洋服でとか、要は高い安いの問題よりも、あそこで買ったなんか貴重なものって感じなんですね。でもう一個はね、私ね、フランスで買ったすごいお気に入りのブーツっていうのがあったんです。でもこれはお金に換えれないわけですよ、もうそこでしか手に入らないということで。だけどね、もうね、その2つ行ってもうたんですよ。普通だと行かないんですけどね、もう私はとにかくこの過去の自分を一回手放すっていうのを本気でやりたかったわけですよ。でもえい、行ってまえということでまあ手放したんですね。で今となればもう全然困ってないんですよ、もうむしろもっと素敵なお洋服に出会えたり、もっと素敵な靴に出会ってるわけですよね。そうやって自分自身が変わるっていう覚悟を本当に決めたのは、このお気に入りだったものを手放した時なんですね。ここはね、結構勇気いるの私も分かってますで、うちのクライアントさんたちもこのお気に入りの洋服とか、お気に入りだった例えばキャンプ用品とか、キャンプ用品手放した方っていうのは本当にこう変化が早かったんですよね。つまりもう過去の自分が大好きだって、いやこれはまさか捨てないでしょっていうものを手放し出した時に、あ、私の過去を手放していくっていうことなんやーって、ねまあ、気づいたんで、すごい、ね、大きな大切な体験だったんですね。なので皆さんの中で、いや私ガチでこの2024年中にもう買いたい、もうなんならこの9月28日までに買いたいと思っている方は、お気に入りのもの、お気に入りの洋服ですね、これをね1着でいいからね手放してみる、これをぜひやってみてください。そうなると皆さんの現実は本当に動き出します。はい、いかがでしたでしょうか。また感想質問ありましたらコメント欄書いてみてください。コメント欄皆さんね、使ってもらうことでアウトプットしてもらってね、ぜひご自身の脳
脳に学びをどんどん定着させていってください。今日の内容がちょっとでもいいなと思いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、そして公式 LINE お友達になってください。公式 LINE ではお茶会や無料勉強会、そして YouTube で話せない内容をこっそりとお話していますので、ぜひ公式 LINE お友達になってください。ということで今日の動画のまとめ、これを手放すと現実がどんどん動き出します、ということで今日は3つお話しさせていただきました。初級編、1年以上前の洋服、中級編、半年以上前の洋服、そして上級編はお気に入りだった服ということになります。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you!